はい、こんにちは、今日は念願ですかね、コロナでちょっと、閉じていまして、7月に再開をしていただけまして、ずっと来たいと思っていた、マンダリンオリエンタル東京さんからお送りしたいと思います。ちょっとまたね、自己紹介が遅れちゃいましたけど、もんちゃんこと鈴木です。また今日もよろしくお願いします。まず、入ってくるところですかね。入り口からお部屋までとお部屋の紹介を撮ってあるのでご覧ください。はい、ではお部屋紹介します。今日はなんと、スイートを、予約したのでちょっと楽しみです。で、まず入って最初に棚があるので確認、ここが、お皿とかですかね、こんな感じで。もマンダリンオリエンタルは入るとお部屋がマンダリンオリエンタルのアロマオイルをスパのとこで購入することができるんですけど、もうその香りがしてます。はい、でここは紅茶とかかな、コーヒーですね。こんな感じ、まあこれで入れますね。はい、で紅茶はジンですね。でたくさんあるカモミール、アールグレー、イングリッシュブレックファースト、それぞれ2つずつあります。はい、ここにこれね、マンダリンに来るとこの富士って、これサービスエリアの富士でもあったような気がしますけど、まあ日本のね、ホテルなので、日本にあるホテルなので外国の方はこういうの嬉しいかもしれないですね。はい、お酒も一通りありますね。はい、でここはケトルみたいなやつですかね。はい、こんな感じで入るとこんな感じ。こっちはリビングですかね。もう多分100平米近くあるのかな、合わせて。結構てか、まあスイートなのでね、広いです。でこれがウェルカムスイーツの桃です。これすごいですよね。これちょっと写真でメロンが入ってるのを見てたんですけど、今回桃で、冷蔵庫です。これ、いやこれはすごい、テンション上がりますね。で、はい、こちらにじゃん、ナイフとフォークがあるので、これは後で桃をいただきます。でお部屋はこんな感じ。まあさすがですね、マンダリンの
スイートです。はい。で、多分スイートの中では、まあ、一番あのお手頃というか下かなと思うんですけど、でもコーナーのお部屋なのでこれは最高です。はい。で、こちらは特典でお茶入れていただいてます。はい。で、ここら辺ちょっと棚もあるので開けてみましょうかね。この辺はお手紙の封筒とかですかね。はい。いろいろあります。宅急便とかですかね。はい。あとはまあ電話とか。で、今日は35階3514というお部屋です。で、まずリビングからの眺めは、私は今回は西側のお部屋を希望を出しておいたので、西側、これはね、このどっちかな、こっち今見てる方向はこれは、銀座とか東京駅の方面ですね。で、この辺にブルガリのホテルができると聞いてますか。この建ってるのかな、ちょっとわかんないですけど、この辺にブルガリのホテルが来るらしいです。で、ちょっとね、この今雲が、西側の雲がめちゃ綺麗になってて、神様降臨みたいな状態になりかけてますけど、はい、私はねこのビルの感じが好きなので、東側はスカイツリーが見えるんですけど、こっちが好きなので今回はこっち側にしてくださいってお願いしておいたらしてくれました。はい。で、ちょっとベッドルーム行ってみます。ベッドルームは完全にコーナーなので、じゃーん、ダブルかな。はい。これはベッドから見るとこんな感じで、こっち側は、南という南方面ですね。この今真ん中に、レインボーブリッジがちょっとだけ、ちょっとこのねカメラだと見えないかな、見えないかもしれないですけど、港側が見えます。あのホテルだとね、この辺からちょっと汐留の方とか見えるので、コンラットとかが見えてますけど、はい、いいお部屋、さすがですね。マンダリンオリエンタルのスイートですから、まあそれはいい部屋ですよね。はい。ベッド周りはこんな感じ。カーテンとかもね、ここでベッドマットの、ボタンで開け閉めてきます。で、女性はこういうの嬉しいかもですね。ベッドのすぐ横に化粧台があります。この壺はなんだ、綿棒とか、これは何、コットンパッドと書いてありますけど、まあ、男性は無用ですかね。はい。では次にお風呂ですかね。あ、ちょっとガラス、はいはい、私です。で、荷物、カメラ、右がカメラバッグですね、左が、はい、荷物で、ここはクローゼットですかね、金庫とかあります。あとはパジャマですかね。これはまあ、こちらはズボンになってるパジャマですかね。よいしょ。はい。で、これはランドリー系ですか。はい。で、スリッパがここにあるんですけど、マンダリンはスリッパが結構ね、いろいろなホテルに行ってもこれ柔らかくてちょっとねいいなと思います。はい。こんな感じです。なんか傘なんかもね、これ多分マンダリンのマークが入ってる感じですかね。で、上にはちょっと見にくいかな、枕とかが予備のだと思うんですけど、ありますね。はい。で、お風呂はこれもね、このスペースはなんだっていうね広さです。はい。こんな感じ。浴槽から、まあこれはシャワーブースかな、シャワーブースあって、おトイレの感じでちょっと入っちゃってますけど、はい。で、洗面台を2つあります。で、マンダリンオリエンタルはじゃん、なんとアメニティがボッテガです。はい。で、多分一度私他の部屋もスイートじゃないお部屋も泊まったことがあるんですけど、ボッテガのアメニティがまず大きいね。多分普通のお部屋のより大きいんじゃないかなと思います。で、通常のキングとかのお部屋だとこのボッテガのアメニティが一つ置いてある感じなんですけど、スイートなんで今回はこちらの
シャワーブースにも一セットある。まあボッテガなんでね、ちょっとこれは使わなければお一ついただいていこうかなって思います。はい、お部屋はこんな感じですかね。あとはドライヤーですかね。毎回最近ドライヤーを取ってるので、まあでもナノEのパナソニック製ですかね。はい、いい感じ。さすがスイートって感じですかね。私もそんなマンダリンのスイートに毎回泊まるわけではないので、これは結構テンション上がってます。どうですかね。まあちょっと、あ、ちょっともう一つ、これここに本当は多分、今は、コロナの影響でターンダウン、まあ、夜のベッドメイキングが多分ないのかなと思うので、夜いつもは夜のターンダウンのタイミングでこのアロマオイルを垂らしたお皿を置いていただけるんですけど、今日は初めからありますけど、これがねいい香りで、アロマが好きな方はこれスパのとこでお買い求めできるので、私は買って帰ることがありますが、おすすめです。これはねいい。ぜひね、なんかまた泊まりたくなるお部屋かなって思います。はい、またちょっとこの後ホテルの紹介させていただくんで、引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では、早速ねホテルの紹介をしたいと思います。このマンダリンオリエンタル東京さんは、場所は日本橋にあります。三越から北に、どうでしょうね、100メートルとかですかね、まあ、歩いて来れる距離のところにあります。で、まあ評価も高くて、トラベルガイド、フォーブスのトラベルガイドさんでも常に星5を取るようなホテルです。で、私は、このホテルのファンというか、このホテルがとても好きなホテルで、初めにこう星4とか星5とかがついてるホテルに、多分日本で最初に泊まったホテルがこのマンダリンオリエンタルさんじゃないかなと思います。はい、で、もうね、最初に来た時から本当にすごいホスピタリティというか、対応も気持ちよくて、お部屋も綺麗で、なんかこう、なんでしょうね、ホテルの雰囲気というかセンスがいいなっていう感じですかね。単純にこうゴテゴテもしてないですし、かといってすごくこう質素というか何もないわけじゃなくて、こうライト一つにとってもおしゃれだなっていう感じで、なんか単純に中の雰囲気も好きっていうのと、ホスピタリティの感じも好きっていうことと、まあ、あとはあるものとかですかね、サービスの隅々も結構好きなホテルで、本当に私の中では行ったホテルの中で 1,2 を常に争うようなホテルです。で、去年1年行ったホテルのランキングとかを年度末かなに出したと思うんですけど、去年は私は一番にしたホテルですね。自分が行ったホテルの中では一番感動したというか、良かったホテルだなっていう感じでした。で、ちょっとね、今日の滞在のこうこんな感じだったっていうのを、今日は初めてスイートルームに宿泊をさせていただいたので、また違った感動とかがあったんですけど、それまでにね、いろいろ感じてたこと、何回か来てマンダリンオリエンタルさんに対して感じてたこともあるので、まずそっちからねお話ししたいなと思います。はい、で、まあ、ちょっとね真面目っていうか、こうなんだろう、ホスピタリティとかの話になるので笑いどころはないのかなって感じはしますけど、ちょっとよろしくお願いします。で、最初に来た時にまずすごいなと思ったのは、ターンダウンで部屋の香りが変わること。ホスピタリティとかとはちょっと違うんですけど、これがね結構なんかおしゃれな演出というか、食事をに行って戻ってきてターンダウン、まあベッドメイキングとかをねしていただいて、あ、香りが違うってまあ気づいたんですけど、枕元にお皿が置いてあって、そこにアロマオイルですね、マンダリンオリエンタルさんの香りの、アロマオイルが、何滴、あれは1滴や2滴じゃないと思うんですけど、割としっかりした量のアロマオイルが垂らされていて、まあ、そこからねこうお部屋の香りがそれまでと違う香りになっていて、こうなかなかね
ターンダウンで部屋の香りに演出をするっていうサービスを私はその後もねあんま受けたことがない、一度もないかもしれないですね、もしかしたら。なのでこれは上品なこう演出というか、なんかいいなって思った感じですかねっていうのがまず一つ、まあ、あとは、2回目来た時の対応というかホスピタリティがやっぱすごかったですね。あの、まあ、お帰りなさいませっていう文言がまずすごいなって思ったのと、レストランにも当然こう朝食でね行くのはあの宿泊しないとなかなか行かないとは思うので、近くにいる方はもしかしたら行くのかもしれないですけど、私はそのこの辺に住んでいるわけではないので、あの朝食に行くことって宿泊しないとなかなかないんですけど、2泊目の時にあの朝食に行った時に朝食の食べていたレストランの方が私が1回目来てきたことを記憶をしていて、ただ1回目と2回目はものすごく近いこう期間、なんか1週間とか2週間とかっていう感覚で来たわけではなかったんですけど、私が来たのを記憶されていて、あの鈴木様ですよねっていうふうにあのお声掛けをいただいて、あのまたお会いできて嬉しいですって言われて、あのちょっと私嬉しかったのでっていう文言が、まあ、これが本当かどうかっていうのを探りでしたね、キリがないんですけど、あのフルーツの盛り合わせを出していただいて、ウェルカムバックみたいなね文字が書いてあって、なんかレストランまでこう2回目とか複数回のお客様にそういう対応ができるっていうのは、なんだろう、働いてる人たちのホスピタリティというか、こうお客様への気遣いが、まあ、本物だからできることなんじゃないかなっていうのは感じて、まあ、こう仕事をねする身としては考えさせられるところがあったなっていう感じですね。やっぱ2回目会った時にこうそういうことができるとか、まあ、相手にこうなんだろう、存在とかこう一期一会の感じを大切にしてるって思わせることって結構簡単なことではないと思うので、なんかそういうことを単純に自分がね感じたので、あのすごいなっていうふうに思いましたね。はい、でまあ、そんな感じで何回か来てもう完全にこのホテルの私はファンになっているので、可能なことならね定期的にもう、ね、何ヶ月に1回とかあの来たいなって思っているホテルですね、はい、でちょっといろいろね具体的な、まあ、ホスピタリティとかではなくて物をねちょっと紹介したいなと思います。でまあちょっとね書類とかはもうそんなに変わらないので、まあそのマンダリンオリエンタルさんはこの扇というかセンスがねあのトレードマークっていうかマークなので、これがね一つ、まあ、またおしゃれだなって感じです。でこのセンスはなんか前はねスイートとかには持って帰れるのがあったっていうようなお話も聞いてたんですけど、私は今のところ遭遇してないですけど、またね違うお部屋だったらあるのかもしれないです。で今日はなんと鍵が4枚あります。意味わかんないですね。でこのなんで4枚あるかっていうと、まず2枚はね、まあ、通常2枚はくれます。まあツインとかダブルとかで取ってれば2枚分の2人分の入ってますね。でこのもう2枚がなぜあるかというと、はい、もうよくあるよくないですね、大人になったら、あの鍵を部屋に置いたまま閉めました。はい、あの今ねこの年齢になってそれをやるのかって話なんですけど、やりました。で、あの修学旅行みたいなことしてすいませんってあの受付の方に謝って、あのわざわざ2枚持ってきていただいたので、なぜか今は4枚あるっていう不思議な状態ですね。で、まあ、これはお部屋の番号ですね。今日は35階のお部屋に泊まってます。35階ってね、なかなか都内のホテルでもそんなたくさんある階じゃないかなっていう気はするので、いいですね。高層階の景色は私は好きなので、これは一つポイントです。はい、まずこの鍵系ですかね、はい、最初にもらうやつ。はい、で次にどれから行こうかな、これから行こうかな。今私が飲んでいるのがこれが、マンダリンのオリジナルのブレンドティーです。でこれ一応ウーロン茶なんですよね。あのウーロン茶って書いてあるんですけど、香りがすごくフルーティーなんですよ。なんか多分ね、最初に飲んだ人は言われなければウーロン茶とは思わないと思います。あのちょっと飲みますね。もうこのここの時点でフルーティーな香りがして、口の中に入れた瞬間はすごくなんか、うん、フルーティーって言葉しか出てこないですけど、あの
爽やかでフルーティーな香りがふわって広がって、まあなんかワインとかみたいなかっこつけたこと言うと、ちょっとね口の中で回すとこう香りがふわっと広がる感じで美味しいんですけど、まあ、紅茶だと私も思ってたんですけど、後ろを見たらウーロン茶なんですよね。でこれは私はかなり好きなお茶で、いつもだねこう紅茶とかの紹介をするんですけど、ここはジンさんの紅茶なので、紅茶自体も置いてある紅茶はとてもいい紅茶なんですけど、でも断然ここではこっちを飲んでます。で、レストランでも、飲めますし、1階にケーキとか簡単なねカフェみたいなところと、マンダリンのクッキーとかちょっとした小物とかをね売ってるお店があるんですけど、そちらでも購入することができます。ちなみに私はホテルに泊まるときはお店がね、今はコロナでやってないんですけど、やってればもう大量まではいかないですけど5、6本買ってお家で飲むようにあればね、買って帰りたいぐらい好きなお茶です。はい、なんでこれはお部屋でもお水よりもこっちって感じですね。 2、3本は飲んじゃってますね、いつもここに来ると。はい、っていう美味しいお茶です。で、1階でねお店が戻ってくれば買えるので、もしよろしかったら一回、これはウーロン茶だと思って飲んだらちょっと新しくてまた美味しいですし、紅茶だと思って飲んでもおすすめです。で、私は茶葉ですか、もう販売いただいてるので買っていってますね。はい、で今日はちなみにマンダリンオリエンタルさんは多分クレジットカード会社とかでもそのアップグレードとかの特典はあるんですけど、このホテル自体に上級会員とかは多分ないので、まあ、ファンクラブというか会員登録みたいのはできて、そこでちょっとねいろいろなサービスは受けれますけど、あんま特殊なことはないんですけど、なので今回は一休さんで予約をさせていただいたんですけど、そうするとこの、マンダリンのこの今これはお茶が出た状態ですね。で、この茶葉をいただけるので、これもね、私は相当実は嬉しいです。このお茶は大好きなので、これいただけるの一つポイントですね。はい。で、まず1個、このお茶ですね、がおすすめだよっていうのが1点目。で、次にね、アメニティがね、ちょっとあんまここでアメニティを紹介したことってないんですけど、動画の中でもね、お部屋紹介の時は出てると思うんですけど、これですよね、この、はい、これピント合ってんのかな、合ってなかったらごめんなさい。はい、ボッテガのアメニティです。あんまねブランド品がに興味がないっていう方、私もねちなみにボッテガは自分が持ってるわけでもないですし、そんな詳しいわけじゃないんですけど、こう縫い合わせたみたいな網網みたいな、もしよかったら他の Yahoo 画像とか Google 画像とかで調べてもらえればわかるかなと思うんですけど、ボッテガさんのアメニティを私はねこのホテル以外で見たことがないのでちょっと感動しました。でこれは香りはマンダリンオリエンタルさんの香りに結構合ってるなと私は思っていて、ここに来てこれを使うのはこうベストマッチというかね、これのためにこうマンダリンオリエンタルさんのために調合というか合わせた香りなのか、もともとこの香りでたまたま合致したのかはちょっと分かんないですけど、これでは素敵な香りがする、私は大好きなねアメニティです。でこれがねちょっともらえるのは嬉しいですね。で、スイートルームで今回は2つねついてたので、これは1個いただいていこうかなって思います。ちょっと嬉しいですね、お家にあったら。はい、っていうまあこのアメニティですかね。で、あとは、今日はねコロナの関係でターンダウンがないので初めから置いてあったんですけど、まあ、ターンダウンがあるときはターンダウンのタイミングで置いていただける、この見えますかね、枕メニューって書いてあると思うんですけど、ベッドにすでに4つはね枕が置いてあるんですけど、その他の枕もお電話するとね持ってきてもらえるよっていうのです。で、どんなのがあるかっていうと、まあダウンの枕とか、そば柄、馬の毛、アロマセラピー枕とかですかね、あとは首をサポートするとか、いびき防止とかもありますけど、10個ぐらい、12個もう枕があるので、まあなんかちょっとね枕を楽しむなんてね、これもちょっと変わってるなって。このサービスは意外とね、私はいろいろなホテルを泊まっても枕
メニューってあんま見かけないですね。パレスホテルさんにあったような気がします。はい、ちょっと定かな記憶じゃないですけど、パレスホテルさんに行った時にもあったような気がしますけど、これちょっとおしゃれというかね、なんか、はい、私は別に頼まないですけど、枕が好きな方ってちょっとよくわかんないですけど、はい、いろいろ試してみたい方はね、これはいいかなって思います。あとは、今日は、スイートルームに泊まったので、明日のね朝食がついてるプランにしたので、朝食はインルームでルームサービスでいただこうかなって思うので、ちょっとそれの紹介もしたいと思います。で、普段は朝食は基本的にはルームサービスというかインルームでは私はあんま食べないですね。で、なんで食べないのかっていうと、スイートルームだから今回はやるんですけど、朝は通常ベッドが当然ね整ってるわけではないので、布団がぐちゃぐちゃな状態で、その部屋にホテルの方に来てもらうのに、申し訳ないって思いもありますし、自分としてもちょっとね抵抗があるので、はい、食べに行く方を選びますけど、今日は2部屋ねあって、ベッドルームと、リビングルームが分かれているので、朝食はねちょっとインルームが選択できるのでいただこうかなと思ってますので、そちらも紹介したいと思います。で、今日は、お部屋の紹介なんですけど、お部屋の名前はじゃん、エグゼクティブスイートっていうお部屋です。で、スイートとしてはもうねちょっと上に、マンダリンスイートっていうのとオリエンタルスイートっていうのがあるので、一番上の部屋ではないですね。でもいいお部屋じゃないかなって思います。で、平米数って変かもしれないですけど90平米、はい、もうここまで来ると広いとか狭いとかないですよね。もう十分ですし、このスペースはいるのかっていうスペースもありますね。はい、でも十分広さはもう90なのか100なのかもうよくわからないですし、十分な広さです。はい、で、なんでこの部屋にしたかっていうと、まず一つは久しぶりのね再会なので、お部屋再会なので、ちょっといいお部屋に泊まってみたいなっていう単純な自分の欲求が一つっていうのと、その再会のタイミングで、外国のお客さんがねいらっしゃらないのが、こういう東京の一流のホテルだと結構お客さんの数としては大きいのかなっていう気がするので、割とお値打ちにねこう泊まれるタイミングだったので、せっかくならね同じ額を払うと思って、いつもとね一個上のホテルとか部屋にしてみようかなと思って泊まったのが一つと、一休さんのねポイントが割と溜まってきてたので、ちょっと1万円分ぐらい使わさせていただいて、それにプラス1万円安くなるっていう感じだったので、いろいろね合わせてこのタイミングならちょっと大好きなホテルですし泊まってみたいなと思って泊まりました。で、今回はねスイートルームに泊まらさせていただいたので、いろいろね面白かったです。何があったかな、ちょっと今日ねこの部屋の総括をして終わりたいなと思うんですけど、時間がちょっと長くなりすぎちゃってるかなって感じもしますけど、ちょっとカットしたらね、まず、入って最初に驚いたのは、ウェルカムフルーツの桃を入れるだけの冷蔵庫があって、それに驚いたっていうことですかね。すごっていうんですかね。で、あとは、シャワーをもう一回浴びたんですけど、シャワーを浴びて出た時に、タオルをね取って体を拭こうと思って、で体に触れた瞬間にあったかいってなって、そのかかってた、金属のとこがねあったかくて、常にタオルがあったかい状況で置いてあるって、これはスイートだからだと思うんですけど、これもなかなかねない経験だったんで、ちょっと写真ここ出るかな、ポンってねその写真出しますけど、これすごかったですね。はい、あとは単純な景色もすごかったですしっていう感じですかね。はい、いいホテルです。はい、なのでぜひまたね皆さんもマンダリンオリエンタルさん、インターネットとかでねまた調べていただいて、ちょっと興味がある方はぜひ泊まりに来てほしいなと思います。はい、でまたね別の部屋とかに泊まる機会があったら、それもちょっとね短いバージョンとかでねご紹介できたらなと思いますので、はい、そんな感じです。はい、では今日はここで終わりたいと思います。
ありがとうございます。また気になるホテルとかあったら紹介ください。お願いします。